はい、カメラ買い取り市場です。今日はホースマン VH、蛇腹の大判のカメラになります。まずこの蓋ですね。外観はまあ、ほこりとかはございますが、まあまあ綺麗じゃないかなというふうに思います。こちらのタイヤですね、タイヤというか、まあ、このロールを上にクッと上げると開くと、こういう感じになりますね。レール部分、まあ十分じゃないかなと思います。はい、でこれレンズをね、出さなければいけませんので、ここのねこの部分ですね、ここをキュッとつまむと、つまんでクッと切ってくると、ちょっとよいしょ、こういう感じですかね。レンズは、セイコー SLV、トップコールですねの、105mm の1対 3.5 がついています。はい、この蛇腹のカメラをね、もうまず絶対に見なきゃいけないのは蛇腹ですね。これがね、傷ついて穴がね、こうカノッコとかに穴が開いてしまってると、もうこのカメラとしてね、あまりこう使用価値がね、まあ交換すればいい話なんですけども、この商品の価値としては非常に下がってしまうので、蛇腹の状態ですね。まあ、これは状態は非常にいい状態で。でレンズですけども、シャッターはね、ここにチャージをしてここで切るという感じね。はい、でシャッタースピードはここにありますので、これをバルブ、はい、で絞りがね、ここにございますので、これを開いた状態で、はい、次は1秒ですね。はい、はい、ちゃんと切れますね。でこれあのレンズなんですけども、もし取り外してね、を調べたい場合はこの上の部分ですね、この部分を持ち上げると、持ち上げてこれを持ち上げて手前に引っ張ると、と外れます。とこういうね、中の蛇腹の中をね見ることができますね。でレンズ自体でね、状態見たい場合、まあ、この状態でこうシャッターに切れます。で、レンズのね、レンズ自体の状態はバルブにしてチャージして開く、この状態で綺麗じゃないでしょうか。
後ろですね、後ろ、はい、ちょっと開けますと、こういう感じですね。